皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。参りましょう、第3回目のフェスです。イエーイ、生かしてる、イエーイテンション上げてくぞ。10月14日土曜日13時から、明日の13時までですね。ほぼ開始時刻の、タチウオなのマジか、タチウオとどこ、マンタマリア、まあちょっと狭いですけどね、なかなか面白いステージでございます。そして、今回のフェスのために特別なステージとしてミステリーゾーンが用意されております。動く壁みたいなものがあるのかな、なんかそんな感じだった。アップデート、嘘、新しい、何、4K、 リッター 4K のカスタム、らら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 ら、まあこれはちょっとフェスが終わったら使っていきましょう。さすがクマさん紹介ですね、さすがですよ、さすがです。で、じゃあ頑張っていきましょう、テンタコー、よし。で、もう行けばいいかな。じゃあ早速1戦目参りましょう。いろんな力が皆さんいろんな力がありますね。さあ行くぞ、記念すべき、いきなり噛んじゃったよ、どうしよう。記念すべきフェス第1戦目はマンタマリア号でございます。1870瞬発力パワー、1850持久力パワー、参りましょう。敵はモミジと、パサーとゴーニーとスクスロー。なるほどね、スクスローはちょっとね、アップデートで変わったと、変わったと思うんですけど、それで使ってる人がなんか少なくなった、感じがあったと思うけど、私の気のせいだろうか、サイト。序盤はよろしいですね。さあ、今のうちにこの辺の壁を塗っといてあげましょうか。縄張りバトルですね。縄張り、上から見て、平面しかね、ポイントとして加算されませんけれども、やはりね、スプラトゥーンというゲームにおいては壁を塗っておくということは非常に重要でございます。スプラトゥーンのね、開発者インタビューを見るとですね、最後までっていうか、最初ね、そもそも作った時に、ここ壁も登れた方がいいんじゃないみたいな話で、まずい、これはやられてしまう、危なかったですね。さあ、で、マップ確認して、まだ真ん中の方におりますが、こっちからですね、これ投げてあげましょう。おかさ、で、これで、こっち側にこれを、味方があんな敵陣さくまで、私はこの辺を綺麗にしておきましょう。こういうとこに意外と突っかかったりしますので、下を塗りつつも塗っておきましょう。そもそもね、スプラトゥーンというゲームは、豆腐がね、インクを吐き出しながら戦うゲームが、元になっておりますね。通信対戦を実装しておいたんですけれども、一応ね、その時にできた、なんていうんですか、その、試作品みたいなやつは、豆腐が戦っていたそうですね。で、紆余曲折ありまして、潜ってもおかしくないものとして、このイカが選ばれたという、非常にね、面白いお話があります。気になる方はですね、開発者インタビュー、社長が聞くっていうですね、今なき何さんだっけ、名前忘れてしまった。そう、ごめんね、ド忘れだから、ド忘れだ。一瞬忘れてるだけだからね。あの方がね、インタビューしてっていうシリーズがありましたけど、社長さんですね。今なき岩田さんですね。すいません、ちょっと名前を必死に遊びながら喋っているもので、ちょっとド忘れ出てきませんでした。ごめんなさい。とても失礼な話だと思うんですけども、申し訳ございません。あのシリーズ、非常に面白かったですね。いつか、僕も直接ちょっとやめておきましょう。さあ、やめておきましょう。さあ、で、ちょっとこの辺の壁もちょっと塗っておく。で、これ、どう敵が、これ山口ですね。ちょっと意味もなくセンサーをつけられてしまいましたけれども、多分大丈夫でしょうね。敵陣深くにも潜られていなくて、これは早めに処理しておくのが基地。で、これ多分こう、効きますね。私も使っておいて、さらにこれを使っておくと、壁に潜んで敵が、味方が倒してくれた。これはこっち投げておきます。で、足場を塗ってあげましょう。で、私も体力きついので、ちょっと回復しつつ、味方がかなり敵陣深くも、これ射程長いから気をつけようね。さあ、これでちょっと、よし、これは勝った。さあ、オッケー。で、もうこの辺からも壁は塗らなくていいでしょう。ひたすら目の前に見えているピンクを塗っていく。おっと、サードが出なかったぞ。サードが出なかったぞ。インクが回復しきっていなかった。うん、初戦は非常に、幸先の良いスタートとなりましたね。ちょっと、おしゃべりの方は微妙だったかなと思いますけれども、記念すべき1戦目ということで、これはこのまま公開したいと思います。どうしましょうかね。今回は、
あ、2300結構濡れたね。全部もみじで行こうかな。うん、全部もみじで行こうかなと思います。もしね、ステージが、まあ、ステージによって変えようかなと思いますけども、クラッシュブラスター、濡れないからな。まあ、でも好きだからな。まあ、ステージ見つつという感じで行きましょう。それでは、今回のフェスよろしくお願いいたします。一旦切るね。お、ミステリーゾーンが来たが、その前にだな。マッチングが、だってインクの色を見て皆さん、これね、瞬発力チーム対瞬発力チームなんですよね。なんか、ネットの情報を見ると、こっちの方が人がね、結構多いそうなので、前回とね、同じように、うん、これ、こっちのチームとの戦いが発生してしまうかな。ちょっと始め、まずい。ちょっと来てるのは分かったけども、こんな早くやられるとは思わなかった。ちょっと待って、これは上行っておこう。あ、味方倒してくれてないね。うん、これ待って。まずい。ちょっと雨使っておこう。よいしょ。で、こっちに来るのかな。先に打っておく。さあ、で、どこ行った？倒されてはいないよね、まだ上の床を見ると。ちょっとね、ここに引きこもりすぎかなと思いますけど、序盤からこんな攻め込まれるの良くないですね。また今回も攻め、あ、これ、あ、回ってるけど、上は濡れないのか。なるほどね。あの人は？あの人ももみじか、もしかして。まずいですね。同業者か。で、あれは、なんだ。お、まずい。これもっと置いといて。考えてること同じだぜ。さすがもみじシューター。あー、これかなり攻め込まれてしまっていますね。私初めてこのミステリーゾーンに来たっていうのに、なんかあなた方慣れてる感じなんですか？許せないですね。さあ、ちょっと回り込んで、その間にインク回復しないが、2体のロボットボムがあなたを必要以上にどこまでも追い詰めるであろう。さあ、どう倒していこうかな。どう倒していこうかな。これちょっとこっち側に投げておいて、先に足場を塗って、大きいの、雨で多分枯らせてもらえないか。よし、私も雨を使っておこう。ナイス味方である。さあ、これに乗じていこう。まずはこの辺にキレイを掃除してから行きましょうかね。さあ、もみじの人が雨を降らせている。これどうやって向こう側に行くのこれ。あー、このか、あら、まずい。これはまずいぞ。で、まだここにいるんだな。いるんだな。うえいあ、味方ナイス。あ、もみじシューターか。そう、同業者にやられるのはちょっと、なんか許せないな。さあ、味方がかなりキープしてくれているので、塗られているところを塗りつつ行きましょうか。こことかを塗れないようになってんのは非常にいいステージですね。このミステリーゾーン、毎回ね、設計してると思うんですけれども、なかなか設計力、まあ、設計力低いって言ってるわけじゃないんです。これ、センサーついてるから気をつけよう。よいしょ。で、お、いいのか、そんな後ろを見せたりして、いいのかい、そんな後ろを見せたりして、相打ちは良くないな。ちょっと今、もうちょっとエイムをしっかりさせるべきだね。でしたね。しかし味方が、だねとか言っちゃって、誰に語りかけているんだい？さあ、これもね、実際にプレイしながら、実況というこのプレイのね、醍醐味ですね。しっかりプレイしないといけないのに、しっかり喋らないといけない。なんて難しいことをしているんだ。これ敵陣に行くの難しいですね。ちょっとマップ見つつで多分大丈夫でしょう。味方が押してくれたので、こっち側だけに注意して、私があえてこっちに回って塗って、スペシャルをためて、うーここでこの3落ちはちょっとまずいか。しかし、ギリギリ味方が持ちこたえてくれたかどうだ。わからない。ありがとう。別にチャッチ君に賄賂を渡しているわけではないけれども、勝つこと、ちょっと負けたかなって思ったけど、よかったですね。うん、なかなか敵の人を真ん中で抑えてくれてて、同じチームながら、なかなか楽しめました。というわけで、初ミステリーゾーンでございましたが、結構あれですね、真ん中から向こうに行くのが難しいので、なんか上からとか行けたりするんですかね。もうちょっとやっていきたいと思います。じゃあ次。これ2戦目かな。一応区切りますね、動画ね。お、うまーく太刀魚が来てくれたんだけども、2戦目に引き続いて、おい、瞬発力チーム、あ、なんだよ、同じチームで戦ってんじゃないか。僕ここ塗っていきましょうか。じゃあ塗っていきますね。綺麗に塗っていきますのでよろしくお願いします。で、ちょっと斜めに振ることによってですね、下、あ、味方が塗ってくれてるのか。無駄になっているな。ああやると下もね、半分以上塗れますので、
俺どうしようかも使ってあげようか。敵にモミジはいないが結構、オッケー。行くぞ、使うぞ。よいしょ。で、これ多分飛んできますので、ちょっと待って、逃げまして、でこれすぐ塗り替えしまして、雨がなくなるまでは私にスペシャル溜まりませんが、こういうね、その間にこういう壁とか塗っておきましょう。壁はポイントになりませんからね。ちょっと真ん中見つつ、でも雨終わりましたので溜まりますから塗っていきましょう。さあ、向こう側を警戒する気ますね、これはね。置いといてあげましょう。うん、警戒してこなかったか。下から来ていますね、これ置いときます。で、こういうとこ先に塗っておいて、どうだ、まだいるか。あ、でもなんかロボットボムもう一回使いましょう。あ、もういないですね、これはね。また近くにはいません。やっぱロボットボム便利ですね。ポイントセンサーみたいな使い方もできるということで、なかなか便利です。ここもすぐ飛んできますね。ちょっとこれで塗ってもらって、あ、ちょっと近すぎたか、近すぎましたね。インクの無駄遣いをしてしまった。さあ、なんだっけ、バリア、バリじゃない、アーマーをつけてもらいましたけども、ちょっと僕はもうちょっと引きつつ貯めていこうかなと思います。これはロボットボムを投げて味方の肉ビーコンにもなってあげる。さあ、前からロ、あ、これ登っていきますね、多分ね。私が先にチェックしてあげましょう。先に置いておく。ちょっと登ってこなかったか。ちょっと上から降らせてあげましょう。まずい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 ぞ。で、これ多分ちょっとまずいな、味方まずいな、大丈夫か。オッケー、ナイスナイス。そうしたらもう一回ロボットボムで、ちょっと後ろ注意ですね。来てますね、これね。さあ、バリアブルローラーの方は来ているが、ちょっとこれを投げ入れていない、いるね。もう一発投げて味方に倒してもらいの、これを使う。よいしょ。で、こっちから敵陣じゃない、敵が攻め込んできてはいなかったか。よしよし。で、雨に塗ってもらいつつ、私も上からかぶせるように塗って、特に上とかに登ってるやつはいないので、これはちょっとロボットボムで牽制しつつ、これまずいできますね。ちょっと一旦引きまして、どっからインク飛ばされた？これバリアブルローラーの縦振りされたのかな？さすがダイナ、あ、これ、上に行きますね。よいしょ、先に投げておく。さあ、行かせないよん。残念でした。さあ、で、ちょっと、自陣の方に侵入はされていないのを確認して、真ん中の塗り塗り作業に戻りましょう。左もチェックですね。これまずい。あ、味方ナイスである。味方ナイスである。さあ、ちょっとインクを貯めさせてもらって、ちょっと私の塗りがあまり多くないけれども、そろそろ行こうか。そろそろ、いや、これを片付けてから行こう。これを片付けてから行きましょう。さあ、ちょっと塗って、ロボットボムが、インクアーマーついたから行っちゃうもんね。行っちゃうんだから、私行っちゃうんだから、ロボット、これちょっともったいないけど、ここで使っておいて、まずい、インクアーマーがついていてよかった。倒しきれはしなかったが、多分、勝ったんじゃないかなと思います。しっかり真ん中キープしていたからね。OK! 味方ありがとう。自陣も綺麗に塗ってくれていった。勝利ですね。うん。初戦じゃない。最初の時間帯の、3ステージ均等に初戦参戦でやることができましたね。ありがとうございます。そして全ての、試合勝利に収めることができたけれども、2回、瞬発力同士で戦いましたので、悲しみですね、これはね。ちょっと、あんまね、毎回そのどっちの方が多いとか考えないでやってるんですけれども、どうかな、今回は。というわけで、これからもですね、のんびりフェスやっていきたいと思いますので、何本ね、動画があるかわかんないんですけれども、ぜひ見てもらえればなと思います。それでは、1本目終わりです。さようなら。